点優勝パスを12番水沼がゴール右隅へ先制のシュート。日産は幸先のいいスタートを切りました。エンドの変わった後半、これまで爪をかいていた古川は19分、右コーナーキックから5番の金子久志がシュート。ボールは相手ディフェンスに当たってゴールへ飛び込み、古川は1対1の同点に追いつきます。さらに古川は21分、浮き足だった日産ディフェンスの隙をついて9番前田からのパスを24番越後が逆転のシュート。結局これが決勝点となり、古川が2対1で日産に快勝。この結果、明日読売クラブが勝ち、3位のヤマハが負けるか引き分けると読売の2連覇が決まります。